皆さんこんにちは。浜松ポップスウィンドオーケストラです。私たちは、この浜松市内を中心に、住んでいる、いろんな、年齢の幅広い年齢とそれから多様な職業の社会人で構成されています。とにかくポップスを吹奏楽で、とにかく楽しみたい、ということで、そういうコンセプトに賛同して集まった仲間で、やっております。ただいまお送りしました曲はハイプレッシャーという、曲です。サケソン奏者のマルタさんの、代表的な、曲で、ハイプレッシャーという日本語に訳すと高気圧っていうんですが、とても楽しい映像でした。さあそれでは、2曲目に、参りたいと思います。2曲目は、ニューヨークニューヨークという、曲です。これはロバート・デ・ニーロそれからライザ・ミネリ主演の映画ニューヨークニューヨーク、それの主題歌として、映画全編にこう流れている曲です。それではお聴きください。
ありがとうございました。ニューヨーク、ニューヨークでした。でそれでは、3曲目のお話をします。3曲目はですね、Under the Sea という曲です。この曲はディズニーの映画リトルマーメイド、中の挿入歌、です。この映画はですね、2008年のブロードウェイでミュージカルとして舞台化されました。まあ、日本では劇団四季なんかもですね、2013年にこう上映を、しています。非常にこのトロピカルな、とても、踊り出したくなるようなそんな、曲です。それではお聴きください。ありがとうございました。Under the Sea という曲でした。
それではですね、次は、まあ、それです、次の曲なんですが、ラブという、曲です、これはあのナット・キング・コールという、まあ、私が歌っていた、歌です、まあ、もともとアメリカのジャズピアニストでもあり歌手でもあるナット・キング・コールが1965年、の作品、になります。まあ、日本でもですね、割と CM なんかで使われてたり、あるいは、本人があの日本語にしても歌ってたりして、結構いろんなところで、作る曲ではないかなと思います。それでは、夏に今夜ラブお聴きください。
ありがとうございました。ラブでした。さあ、では最後の曲に行く前にちょっと、宣伝をさせていただきたいと思います。今度11月の27日、ですけれども、クリエイト浜松、ふれあい広場で、中部共同センターのオータムコンサートを、行います。午後2時開演となっております。今日はちょっと短い時間ですけれども、この日はですね、たくさん楽しんでいただけると思いますので、ぜひお越しいただければと思います。当団のホームページ、それから Facebook、Twitter 等でもお知らせをしておりますので、ぜひご家族、お友達、お誘いを合わせの上お越しいただけると嬉しいです。お待ちしております。それでは、最後の曲、いつもですとアンコールとして演奏しておりますけれども、私たちの最後の曲、これは成長期を永遠にお送りします。